まずは応急を目指すんだよな。ああぜ。トゲがジリジリするぜ。ちょっと U ターンするぜ。ど、とっと。そうでもないみたいだぜ。今度は何するんだっけたく、靴の中が砂だらけだぜ。シャーラ、今から俺のスピードを見せてやるぜ。柱が動き出したぜ。さすがの俺も。 この細い足場じゃ走るわけにはいかないな。砂の滝危機一発だったな。この先は手すりがないな。落ちたらやばそうだな。止まって見えるぜ。本気で来な。俺を止めたければ全力でかかって来な。今度はのんびり来たいな。街そろそろ応急が近いのか見えた。あれだな。 わおなんか追ってきたぜ俺、何かやったのかしつこい奴らだぜうわーノーへえ、危機一発だぜへイ、hey! そういうことは先に言ってくれよどっちがベターか教えてくれよ厄介そうな面構えだぜえっぷっよっとサンキューああ。 背中のトゲがビリビリするぜ。わーオ一難去ってまた一難って感じマジかよ軽く言ってくれるぜ分かってるって相当腹ペコらしいな。これこれが恐竜の卵の巣なのかこれはそれじゃあお花摘みに出かけるかふんお花の振りってわけかい あの位置からの攻撃は厄介だな。ヘイ大層なお花畑じゃないか。奴ら時々突っ込んでくるぞ。サボテンが痛そうだぜ。ウィリモコンを左右に傾けて左右に移動するんだ。アウチ鉄球に当たるとイチコロって感じだな。あれを使って向こうへ渡るか。花が閉じてる時には攻撃が当たらないみたいだぜ。 奴が生えてくる種は、ホーミングアタックできるみたいだな。奴にあの岩を壊してもらうか。奴の攻撃を逆に利用してやるか。ただの城じゃないみたいだぜ。なんだあのでかいやつは。このまま行くぜ、シャーラあの魔人、ここで作られていたのか。シャーラ溶けないように気をつけろよ。急ぐぞ、シャーラ出口はあそこか。 あの赤いの、触ったら熱そうだな。あいつの弱点は、高いところにありそうだな。高いところに登れば、あいつの弱点を狙えるぜ。あいつが投げてくるタンク、弾き返せないかな。あのタンク、ホーミングアタックで飛ばせないかな。こいつはスピードブレークで壊せそうにないな。このプロペラ、触らないようにしないとな。これを使って上に登れるぜ。 あの機械を使って渡れそうだな。うわ、これは熱そうだな。シンドバッド一人にやけに大げさだな。と、とっと、まっすぐ進めないな。ああいつがシンドバッドやれやれ。ふ、うん。じゃあ、サクッと片付けるか。で、どうすりゃいいのさ。あれ元の場所に戻ったぞ。 しょうがないな。もうちょっと付き合ってやるか。俺のホーミングアタックが効かないだってそういや、そんな伝説の怪物がいたっけか。すごい風だぜ。吹き飛ばされそうだ。このレバーを傾ければいいのかあと二つあと一つフィニッシュ砂の流れを止められれば、足場にできそうだな。おい あの石像、動いたぞ逃がすかふん、強そうだな。かかってきな。下を使えば向こうに行けそうだな。ふん、俺とドッグファイトでもしようってのか鬼ごっこならよそでやりな。ハエみたいにちょろちょろしやがって。チェ、間に合わなかったか。この足場脆いな。風圧でどんどん崩れてやがる。 バカンスはお預けってわけか。いいものがあるぜ。振り落とされんなよ。シュッーせっかくの海だ楽しんでこうぜフーよーしこれを使うぜこんなの簡単さま、やってみるかなはっやっシュッーだから言ったろ 簡単だって。さ、お宝探しと行こうか。おっとここはあんまり端に行かない方がいいな。あの樽、ホーミングアタックできそうだな。飛んでくる玉に当たるとまずそうだ。こいつらの間を通れるかな。あの突き刺さった剣、ホーミングアタックできそうだな。あいつを通ると、どんどんスピードが上がっていくのか。浮かんでる残骸に当たると、 スピードが落ちそうだな。あの魔人、角が弱点みたいだな。ビリビリさせているときは、ホーミングアタックしない方が良さそうだ。何か降ってやがる。雪落石か戻らせないつもりらしいな。一気に突っ走るぜ幽霊どものパーティー会場だったのか。what? 入ってみるか。 なんだかよくわからないところに出ちまったな。厄介な仕掛けみたいだな。んまた同じようなとこだな。いや、微妙に違うな。て、塞がれちまったか。ふん、待ち伏せってやつか俺とスピード勝負かい俺を誰だと思ってるんだ体を探せって言われてもな。まあ、そのうち見つかるさ。 魔人退治ね面白い。あんまり乗り気はしないけどな。こいつを利用すれば上に登れるな。邪魔臭い骨だぜ。ボロボロじゃないか。なんつうでかい骨だ。奥に何かあんのか行ってみるかい。<laughs> こいつは明るくていいぜ。落ちたらひとたまりもないな。俺がそんな土地踏むかよって。 ははん。<laughs> あの上の光がヒントになってるんだな。ご親切にありがたいね。取り放題だぜ。ちょっくらいただくとしますか。柵が閉まってんな。開けられないのかさっきのワープが関係してるのかもな。なるほど。だからスケルトンドームか。墓かこりゃ。ようやく見つけたぜ。 何もこんな奥にいなくてもな。この辺にありそうなんだけどな。見つけたら教えてくれよな。o <Okay>. k good! ライトのおかげなんだが、なんとかならなかったのかね。いい趣味してるよな。こんなもん避けられないとでも思っているのかね。楽勝だぜ。o、okay. k next switch! 間違わないようにしないとな。 くそミスっちまった !No problem! <laughs> 次から次へとよくもまあ全部蹴散らせばいいんだろう死者の復活ってかあんな遅い攻撃、当たるかよ何復活しやがったそうだななんだ起き上がりやがったここに嫌がるんだなああ すぐとっ捕まえてやるぜ。ようやくここまで来たぜ。行くぜ、シャーラさっさとやっちまおうか。簡単に言ってくれちゃって。こんなところでぐずぐずしてらんないな。どうした、シャーラどんどん行くぜ。俺のスピードを見てただろ。早くしないと。Ready?No problem さ。振り落とされるなよ。 OK! ーー飛ぶぞ捕まってろよ今夜はお月様が綺麗だなのんきなもんだぜあそこしか空いてないな !OK!NO!What? ーー足場が w h こいつは ?OK! ーー飛び移るぞ敵さんの巡回用みたいだなこいつに捕まれ こいつはあの時の。やっぱこういう奴もなくっちゃな。次は空の散歩と洒落込もうじゃないか。なかなか粋なことをするじゃないか。終点みたいだな。ああ。この先にいるんだな。な、なんだなかなか面白いことをや上がるぜ。行き止まりか次は何を見せてくれるんだ何でも来やがれ。 こんな仕掛けがあるなんてな。こりゃ、なんでもありだな。伸びた先に行くっきゃないな。これは、ここに飛び込めってことか。何こりゃ、先に進めないな。今更焦っても無駄だぜ。どうしても先に進ませたくないみたいだな。今度は治ったなんでもありだな。 お安いご用さ。この門の破片、使えそうだな。敵さんもいよいよってわけだ。いいところじゃないか。任せとけって。こんなところに道があるなんてね。崩れる寸前かよ。わってるって。あんまりゆっくりできないみたいだぜ。絶景だね。グッ決まってるだろ 奴のところさ。おっと、どこ行くんだ、こいつ。この絨毯、味方ってわけじゃなさそうだな。はっ、上等だぜ。こいつは楽ちんだな。構うもんか。行ってみるか。ひゃーどこだ、ここは。本当に城の中なのか 今度は面白いところに出たな。どこだろうと進むしかないな。Alright! この足場大丈夫なんだろうな。道があるんだから大丈夫だろう。何かのスイッチかもな。ホーミングアタックだな。時間を操っているみたいだな。じゃあ、あれか壊れたものが治ったりするってことだな。こいつをひっくり返すと物が治るみたいだな。 こんなところに扉が次はどこに出るのか楽しみだぜ。こんなもんで狙い撃ちのつもりかい何か飛んできやがったぜ。って、あれがぶつかると道が割れるのか。わ h っ t どうなってんださあね。ずいぶん面白い仕掛けだな。時間が巻き戻ってるみたいだな。なんだこりゃ。あの破片で。 上に登れそうだな。OK ーー。タイムブレイクだな。このガス、やばいな。分かってる。急ぐぞ。OK ーー。スピードブレイクだな。一気に行くぜ。中は普通の部屋だな。気にしすぎじゃないのかなんか変な感じだな。みたいだな。部屋が回転した 部屋が崩れてきやがった避けながら行くぜ部屋が一気に駆け抜けるぜ時間が止まったみたいだな。なかなかシャレた感じじゃないかあんなもん、簡単に飛び越せるさぶつかると厄介だな。潜るぞ楽勝だぜうまくタイミングを見計らわないとな。OK! 勝手に進んでくれるのか。こいつは便利だな。なあ、これどんどん下がってないか便利なもんだな。ねえに、上下に傾ければ大丈夫さ。左右に避ければ大丈夫さ。行くぜ、シャーラ飛ばすぜ、シャーラどうする、シャーラ一気に行くぜ。なんだこれ。ヘイ。 なんだこりゃ。なーに、任せとけって。ゴールまで突っ走るぜ。それじゃあ、始めるとするか。気合い入れていくぜ。やほー、yeah! ご機嫌だぜ。やっほーイエス、yes! 思った通りだ。へへ、いただきだぜ。来るぞ、シャーラ飛ぶぜしほー うわお急降下だぜどうってことないさちょっと今のはやばかったかな ?Don't worry! みたいだな。a l r i g h t 了解やれやれだぜ、まったく。落ちないように気をつけなきゃな。この上へ行ってみよう。ここを降りてみるか。嫌な予感がするぜ。 ちょい気をつけていくか。どうかすりゃ向こうに行けそうなんだがな。このまま突っ切るぜん今何かこの先で上に行ってみるか。この先で下に行ってみるか。こいつが一個でもあればダメージを受けてもミスにならないぜ。このパールを100個集めればソウルゲージのストックが一つ貯まるぜ。檻の中に何かあるみたいだぜ。 あの檻、ホーミングアタックで壊せそうだな。地面のトゲはショートジャンプでかわしていくか。炎のトラップなんて、ショートジャンプで楽勝だぜ。トゲ鉄球が厄介だな。あの鉄球、トゲのない方はホーミングアタックできそうだな。もうちょっと回転がゆっくりなら、楽勝なんだがな。着地の瞬間に、ウィーリモコンを上に跳ね上げると、高く飛べるぜ。 ウィーリモコンを傾けると傾けた方へ飛び出すんだ。どこかにこいつを止めるスイッチはないかな。上に乗ってウィーリモコンを傾けると左右に転がるみたいだな。ホーミングアタックで上に乗ると飛び出すみたいだな。乗ってる間はウィーリモコンの左右で体の向きを変えられるみたいだな。打ち出される前にウィーリモコンで砲台の角度を変えられるみたいだぜ。ホーミングアタックで火をつけてみるか。 さっきのカタパルト、傾ける角度で随分飛距離が違うみたいだな。この絨毯、高く跳ね上がった時にホーミングアタックするとさらに高く跳ね上がっていくぜ。ジャンプの最高点でウィリモコンを傾けるとトリックが決められるぜ。こいつはスピードブレークでもない限り壊せそうにないな。このパールを集めればソウルゲージが貯まるぜ。ふん、おいでなすったぜ。 おう、いたいた。ふん、ちゃが。へいくらでも来いってんだ。おっと、こっちにもお出ましかまとめて相手になってやるぜ。そろそろ出てきやがって。おっと、当選ぼってわけかいふん、<laughs> 大したことないね。魔人ってのはこの程度のもんなのかふぅ。 今のはちょいと手こずったかな。あんな奴ら楽勝だぜ。No problem. 問題ないって。動機なって言っても、聞いてくれそうにないな。やっぱりな、あの目が弱点ってわけか。くっ、しぶとい野郎だぜ。そろそろ終わりにしようか。悪いな。後が疲れているんだ。 好き放題暴れやがって。ちょいとお仕置きが必要だな。イエ s スどうだデクノボー少しは反省したかしぶとい奴だな。でかいだけのことはあるぜ。だいぶ効いてるみたいだな。そろそろお年ね,ねしてもらおうぜ日遊びが過ぎたようだな。おとなしくしな。お前の持ってる世界リングに用があるんだ。おっとめちゃくちゃ効いてるな。 さあ残り一本。一本釣りもこれでおしまいか元気出せよ。角くらいまた生えてくるさ。いい加減決着をつけようと思ってたところだぜ。ふん、聞いてそうだな。まだまだ行くぜ望むところだどうしたい、レイザーどこか調子でも悪いのかイエスそろそろとどめを刺させてもらうぜ そこまでだイレイザーお前の、負けだなんだって何もないじゃないかこんな世界は願い下けだぜはあこいつは挨拶代わりだ結構聞いてるようだなまだまだ行くぜ時間がないこのまま一気に行くぜ ヨタ話は終わりだイレイザーお前の物語は、暗すぎるボタンを押すと力が湧いてくる派手に暴れられそうだぜ踏ん張ると力がどんどん湧いてくるこいつは派手に暴れられそうだぜとにかく追いついて、叩きまくる奴が根を上げるまでなタイムブレイクとスピードブレイクで なんとかいけそうだな。あの渦に吸い込まれると厄介だな。あのでっかい光の玉、カウンターで弾き返せそうだな。あいつ、波の攻撃は効かなさそうだな。どこかに弱点はないか。奴が弱った時に出す、心臓みたいなところが弱点みたいだな。奴の引っかき攻撃は、 最初の光の筋をよく見れば避けられそうだな。チャラスピードブレイク楽勝だぜチャライチャライイエスイェッホーイェーイウェあイうェーイアウチウェッウォヘッ Oh no! No! Not You could it? Hu? Huh? Yeah. Time break. I'm ready? That was tight. Too easy? Like sure does it Just made it. Hmm. No problem! Shoot! I can't reach it Level up! Cool! Hell! Hot! Easy peasy! Yes! Yahoo! Yeah! Ouch! もうへっよっあんなぁなぁなおっと行くぜ本の世界を冒険するぜ一人で遊ぶモードだストーリーを遊べるぞ対戦モードだ一人でも大勢でも楽しむことができるモードだぜミニゲームを中心としたモードだ おまけモードこれまで獲得したおまけを見ることができるぜ。手に入れたおまけが見られるぜ。オプションゲームの設定をいろいろ変更できるぜ。いろんな設定を変更できるぜ。プレイしたいファイルを選びな。ロードするファイルを選びな。ミュウを選ぶと新しいファイルを作るぜ。このファイルでいいんだな。これでいいんだな。 ウィーリムコンを横に持ってくれよな。このゲームはウィーリムコンを横に持つんだぜ。このゲームはウィーリムコンを縦に持ってくれ。おっとヌンチャクは使わないから外しておいてくれよ。走りたいワールドを選んでくれ。冒険するワールドを選んでくれ。プレイしたいミッションを選択してくれよな。チャレンジしたいミッションを選択してくれ。ミッションを選んでくれ。Are you ready? これでいいか準備はいいか ?OK!Get!Level、okay, Up! ミニゲーム Get! 選択できるミッションが増えたぜ選べるワールドが増えたぜ砂漠の世界、サンドオアシス恐竜が支配する森、ダイナソージャングル灼熱の城、イビルファウンドリー天空を駆け抜けろレビテイテッドル d r 嵐を突き進めパイレーツストーム滅びた王家の謎を解けスケルトンドーム闇夜に浮かぶ宮殿ナイトパレス基本操作の学習ができるぜ俺のスキルをカスタマイズできるぜ編集したいデッキを選んでくれこいつを装備するのかこいつをカスタマイズするのかスキルポイントが足りてないぜ こいつは装備できないな。こいつは装備できねえな。こいつでいいのか本当にやり直すのかい本当にいいんだな。見たい特典を選択してくれよな。見たいおまけを選択してくれよな。見たいものを選択してくれ。自由に音楽が聴けるぜ。好きな映像を見られるぜ。Let's listen! 見たいムービーを選んでくれよな。こいつはまだ選べないぜ。こいつを再生するかこいつにするか変更したい設定を選択しな。テレビ出力を変更できるぜ。ここでサウンドの設定を変更できるぜ。Wii リモコンの振動機能を切り替えられるぜ。セーブファイルを切り替えられるんだ。音声と文字の言語を変更できるぜ。言語を変更できるぜ。 テレビの出力を変えられるぜ。ウィーリモコンを振動させるかどうか選んでくれよな。キャラクターの喋る言語を選んでくれ。画面に出てくる文字の言語を選んでくれよ。どの言語にするんだいコネクト24のオン・オフを切り替えることができるぜ。ソニックと秘密のリングのデータを削除するぜ。このゲームのデータを削除するぜ。アドベンチャーデータを削除できるぜ。 アドベンチャーモードのセーブデータを削除できるぜ。消しちまっていいんだな。このファイルを消しちまうぜ。自分に合ったサウンドを選択してくれよな。君のテレビにあったものを選択してくれよな。新規でファイルを作るぜ。セーブしないんだな。初期化しちまうけど、いいのかいなんか調子が悪いみたいだな。Happy birthday! 新しいメールが来てるぜ。 新しく何か来てるぜ